ね、マック食べようかなって思って、マック食べていいってね、さっきね、あおちゃんっていう女の子と喋りながら、マック食べていいって言ったらダメって言われたから、じゃあロッテリアならいいって言ったらいいよって言われたから、ロッテリアにしました。ちょっと食べてみようかな、ロッテリア。いただきます。絶品チーズバーガーってやつ。うますぎ、おいしすぎ、食べたくなくなった。あとで食べよう。うん、おいしすぎると食べたくなくなるね、わかる？なくなっちゃうもん、なくなっちゃう、食べたらなくなる。だから食べないで、いつでもこいつを食べれるんだっていうワクワクを常に作っておく。祭り、そういうところがあって、実はあのね、軽音の最終回とかラブライブの最終回とか、そういうめっちゃ好きになったアニメの最終回が見れないんですよ。見たら終わっちゃうから。だから基本アニメの最終回をあんま見たくないタイプの、そう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 、人間。あ、わかる？あー、わかってくれた。そう、あー、これを見てしまったら終わってしまうんだっていう。トンスキ最終回見ました？え、見てない。最終回だけ見てないんだけど。でもコミックはね、読んでる。コミックはまだ続くから読める。コミック最終巻ってなったら読めないかもしれない、まつりちゃん。だって見たいけど見たくない、終わっちゃうの嫌だよっていう。